はい、こんにちは、男子堂です。本日もですね、アルコールにまつわる事件事故ということでですね、現代社会を浮き彫りにするようなですね、事件ありましたんでね、ご紹介していきたいと思います。大阪ミナミのホストクラブで2012年、男性従業員のホスト、当時21歳が一気飲みをして急性アルコール中毒となり死亡したのは、店側が救命措置を怠ったためだとして、両親が経営会社と経営者らに約8600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日同社に約7300万円の支払いを命じた。判決などによると、男性は12年4月頃から同市中央区の店で勤務を始めた。8月1日の早朝、客席を盛り上げようと焼酎やテキーラを一気飲みして酔いつぶれ、泡を吹いているのを他の従業員が発見、病院に救急搬送されたが死亡したと。まあ、このようなですね、事件でございますね。まあ、今回のですね、この事件なんですけれどもね、このですね、ホストという職業ですけれどもね、もう皆さんご存知ね、お酒を飲むのがね、仕事でございますんで、本当に一番ですね、この世の中の職業の中でですね、酒を強要されやすい職業なんですかね。非常にですね、まあそういった上下関係もね、厳しそうですしね、大変なね、仕事なのかなと個人的には思いますけれどもね、本当にね、この職業的にですね、お客様から酒を強要されるっていうことなんかね、まあ相手は酔っ払いでね、お客様ですからね、まあ当たり前なんでしょうし、あとはまあその場のですね、上下関係の中でですね、立場的にですね、まあ下の方っていうんですかね、まあそういった方たちってですね、まあ盛り上げ役といいますかね、ナンバーワンとかね、ナンバーツーとか、そういったね、上位のね、ランクしているホストの方々の前座じゃないですけれどもね、まあそういった役割をね、まあ果たすなんていうね、テレビなんかでも見たことありますけれどもね、まあそういうことを考えますとね、本当に今後のですね、ホストのやり方っていうんですかね、そういったものも今回その個人じゃなくてね、この経営者の会社自体がですね、訴えられてね、まあしっかりですね、まあ、判決がね、降りて、まあ実際にはですね、まあ損害賠償額の8600万円にはね、達しませんでしたけれども、まあこの店側からですね、この被害者のね、方々が7300万円をね、まあ判決を降りてね、まあもぎ取ったと。まあこのようなね、事案でございますけれどもね、まあ、今後ですね、まあ、このようなホストのね、運営体制のあり方、そういったものがですね、きっとですね、まざまざとですね、突きつけられたものだと思います。いまだにですね、ホストクラブの中ではですね、酒の強要なんていうのはですね、もう当たり前だよとね、こんなのね、みんなね、通ってきた道なんだよってね、本当に苦労されたホストの方はね、言うでしょうけれどもね、おそらくね、まあ今後ですね、まあこのようなね、やっぱり急性アル中でですね、この21歳のね、尊い命がですね、アルコールのせいでね、奪われてしまったということはですね、やはりね、こういったことがですね、絶対に二度とね、起こってはならない。しかもね、まあこういった会社ですからね、この社内でね、まあホストというですね、会社内でこういった死亡事故がね、起こってしまった以上ですね、まあ、絶対にですね、今後こういったことは根絶をね、していかなくちゃいけませんのでね、この方のですね、死をね、無駄にしないようにね、今後ですね、ホストクラブのね、あり方も変わってね、いったらいいのかなってね、個人的に思いますけれどもね。今回のですね、まあ、事件はこれホストクラブでの事件ですけれどもね、やはりですね、この未だにですね、人と人が集まればですね、酒の強要というものはですね、つきものとね、なってくるのかななんてね、個人的には思います。もう人がね、いっぱい集まればね、集まれるほどですね、中にはですね、そういった強要する方ね、必ずね、おりますからね。ですからね、まあそういった変なね、例えばまあ私の若い頃なんかはですね、一気飲みなんていうのはもう当たり前のようにですね、まあ酒がね、もう飲み会っていうとぐる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 ね、回ってきたような状況ですけれども、私もね、もう確かにですね、散々一気飲みしてまいりましたけれども、一気飲みってね、やっぱり断るとね、その場の雰囲気がこうおかしくなっちゃうのかなとかね、せっかく盛り上がってんのにね、自分のせいでね、なんか変な空気になっちゃってもななんてね、あれで本当に勢いでね、飲んでね、そして酔っ払ってね、次の日ね、頭痛くてね、
本当のもんじゃなかったなんてね、まあそういったもののですね、若い頃なんて繰り返しだったですけれども、まあそういった時代もですね、もう今後はですね、根絶していかなくちゃねいけないと強くね思いますね。これ毎年旧制アル中なんて、これから歓送迎会があってですね、今度4月になるとですね、大学生なんかもですね、まあ、晴れてね、そういったことで一人暮らしなんていうことでですね始まりますのでね、そうなってくるとね、もう先輩にですね飲まされてね、毎年ね急性アル中で亡くなったなんてね、ニュース必ずねありますけれども、まあ、そういったことがね、まあ、今後ないようにね、もう酒なんかね一気飲みでなんか死にたくないですよ本当に、そんなんでね死んじゃったら本当にね、人生後悔してもね後悔しきれないですからね、こういった一気飲み根絶に向けてですね、最低でもですねこの動画をね見ていただいている方はですね、まあ、そういった流れにならないようにね、していただきたいなとは思いますけれどもね、まあそういったことでございますね。まあそういったことでですね、まあ、今回の動画はね以上になります。またですね、私にご質問等ございましたら何でも結構でございます。お気軽にコメントいただけましたら一生懸命ですね回答したいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後まで見てくださったあなた、これは何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。